ですね、冬になりましたのロータリーハロー掛け、ババ整備を行いますけども、あの実際どうやって行っているかというところですね、あの VTR 見ながら、はい、木本さんからちょっとお話をいただきながら、はい、皆様に、ね、ご紹介できればなと思います。まずは VTR ご覧ください。はい、これがそうですね、ロータリーで後ろのところにこうプロペラみたいな感じのやつがぐるぐる回って、はい、全体的にこう起こす、まあ、畑でいう耕してるとか、まあ、あの桑でこう、はい、掘り起こすような作業という形になると思うんですけど、はい、まあ、ロータリーぐるぐる回ってるので攪拌してるって言ったらよろしいでしょうかね、うんうん、まあ、そういった感じの作業をするというところではありますよね、はい、でこうひっくり返してこう攪拌してますから、少しこう湯気みたいな形にロータリー入っていますので、はい、下の方の方が当然暖かいと思いますので、そういった形でこう湯気が出てるんではないかなと思うんですけど、まあ、あの場合の場合にはこれがロータリーと申しますけど、はい、他にハローという部分で2種類あって、こうスプリングハローってこう少し長めのハローと、はい、あのもう少し短い歯の短い普通のハローという部分の3つのこう道具を使って馬場を整備していくという形でありますよね、はい、まあ、単純に言えばこれはこう掘り起こすといって、ちょうどこう今見えましたよね、ブレードみたいな、こう、はい、これがくるくる回って下のやつをこう攪拌するという感じですよね、うん、はい、攪拌、はい、ということで、あの木本先生、あ、もう、まあ、わかりやすくなるかどうかわかんないですけど、ちょっと、カメラさんやっていただいていいでしょうか、ね、はい、あのこの緑のここにこうロバーみたいのがあって、はい、まあ硬いとこですよね、うん、でその下にヒーティング部分があるんですけど、はい、このロバーの上のところをこうロータリーで起こしていくわけですから、はい、ロバーを壊してしまうとヒーティングに影響が出ますので、その上でやらなくちゃいけない、うん、はい、で、あのレースが進むとそのハローという部分をかけますと、うん、あの砂を上を揺すっていく、まあ、整地していくわけですけど、はい、やはりこう揺すられることによって大きな粒と小さな粒というのが攪拌しないうちして、最初はこう混ぜるんですけど、はい、揺することによってだんだん小さな粒というのが落ちてくると思う、まあ、ごま塩効果というやつだと思うんですけど、はい、で上はこうデコボコした状態になりますよね、はい、これをあの平らにする作業、それがハロー掛けですよね、まあ、あのトンボをかけてるようなイメージですよね、野球のグラウンド整備のところですね、はい、でもう一枚あの、まあ、攪拌するとどうなるかというと、はい、先ほどのこう上と下が分離してたのを攪拌することによって、うん、細かい砂とあの大きな砂を混ぜる、うん、まあ、そうすることによって足向きも悪くなるという感じだと思うんですよね、はい、うん、まあ、こういった形で下に固まってしまった部分、小さな砂が落ちていることによって押し固められますので、はい、それをもう一度下から上に上げて攪拌して、うん、あのふかふかな状態にするという感じだと思いますね、うん、はい、あの、あ、今また出ましたけど、このなんていうかね、歯がこう U 字型といいますか、そうですね、あの、うん、よく近くで見ると、はい、こう少しこううねっていて、こうなんていうかスクリューみたいな形で上から下にこうぐる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 回すことによって、はい、こうかき混ぜるっていうんでしょうかね、下の砂を上に上げて、うん、上の砂を下に巻き込むような感じになってくると思うんですけど、で、まあ、ここに映ってないそのスプリングハローとかハローというのはもちろん、はい、どちらかというとあのフォークみたいな形で、うん、その砂をこうなんていうんでしょうかね、なぜるという、その結果によってデコボコしたやつが平らになるような感じですよね、で揺すられることによって上と下がどうしても細かい砂が下に落ちてしまうと、で下がだんだんと硬くなると層が薄くなってくるから足抜きが、要するに深く入るところが浅くなるから走りやすくなるという感じですよね、要はね、ハローだけですと表面だけ鳴らしている状態なんですかね、そうですね、表面を鳴らしてだんだんと下は押し固まっていくっていう状態だと思いますね、うん、はい、その結果今まで爪がズボッとこう入ったやつが、うん、下がだんだんと浅くなってくる、こういう感じ、はい、それによってこうあのイメージですけど1レースは攪拌された状態ですよね、それがレースを進むことによってハロー分けをするわけですから、だんだんと下が固まってきて、うん、上が浅くなっていく、まあ夜になってくると軽めになるとか、うん、翌日を軽いという、うん、現象につながるというところですよね、うん、あの今時期は、土曜の開催時は金曜日にロータリー、そうですね、土曜日だけは前日になりますけど、日曜日と月曜日は当日という感じですね、うん、やはり、今ヒーティングも入ってますよね、はい、そなんですか、ね、合わさっての効果っていうのはありますかね、ただロータリーだけではなくて、効果としては考えられるのは、うん、固まりますよね、はい、先ほどの硬い路盤があると思うんですけど、
攪拌することによって層ができれば空気の逃げ道ができることによって下の暖かい空気が上に上がってくるっていうのはあると思うんですね、うんうん、そこに固めてしまうと模板の硬い上にまた硬い岩盤みたいな形で強くなると暖かい空気が抜けてこないんですよね、はい、そういった部分で攪拌することによって層ができてこう空気とか暖かい空気が出てくる層があれば当然ヒーティング効果は向上するんではないでしょうかね。あ、じゃあヒーティングのその何ですかね、効果を上げるための必要というのが必要なんですね。まあ、それにそのためにやってるという感じではないんですけど、ないと思いますけど、相乗効果という部分もあるんではないでしょうかね、うん、まあ単純に言えば走路を畑と考えればやはり、はい、一番重要なところですか、そこをきちっと整備する上で、うん、攪拌することによって走路全体を安定した状態にするっていう目的でロータリーと行ってるんではないかなと思いますけどね、うん、はい、ということでこの時間は、ロータリーについて、木本さんから解説いただきました。ありがとうございます、はい。